皆さんこんにちは。こんにちは。今回はあの人だけは許せない、辛い時の対処法についてお届けします。この動画を見ると許せないという怒りから解放される方法その2がわかります。はい、では本日はその2ということでですね、うん、前回の続きをちょっとお伝えしていきたいと思うんですけれども、うん、許せないっていう気持ちはね、やっぱり抱えてるとすごく辛かったりねすることあると思うんですけど、うん、でもなかなか手放せない、やっぱり許せないっていうのが出てくるっていう、うん、そんな時は前回お伝えしたのはですね、その許せないってしてることで得られてるメリットが実はあるので、それを探してくださいっていうお話をしました。はい、それがステップ1なんですけれども、今日はその次のステップとしてですねお伝えしたいんですけれども、前回のお伝えしたそのメリットがですね、見つかったとしますと、例えばその親みたいにはこう親が許せないと、で親のような生き方はしないっていうことで、例えばそれを原動力に何でしょうね、こう親が経営者とかで、すごくこう従業員を例えば大事にしてないみたいな、そういう親をこう見て育って、でもうそういうのは絶対俺は許せない、絶対そうはならないって言って自分はもっと違うスタイルの その経営をするとかっていうですね、そういう形で自分がその経営者になりましたと。で、そういうメリット、その要は親を見て、そうはならないぞって思っていろいろ試行錯誤してきたことが今につながってるっていう、そのメリットがですね、見えたとしますと。で、それ見えたら、じゃあ許せるっていう気持ちになるかっていうと、実はこの次のステップも、一緒にやっていただくと、より許せていくと思うんですけれども、そのメリットが見えたら見えたで、今度はじゃあその許しちゃったら、そのメリットなくなっちゃうんじゃないかっていうね。例えばそれを原動力にしてた人は、自分を動かすエネルギーがなくなっちゃうかもしれないとかですね、自分がこう空っぽになっちゃうんじゃないかっていうような、そういう感じを抱く方っていうのもやっぱりいらっしゃるので、実はその許せないってことしてることで得られたそのメリットっていうのは、ちゃんとその人を許したとしても別になくなるわけでもないし、むしろその許さないっていうその怒りのエネルギーからやっていたことが、その許した後というのはまた別のエネルギーが出てくるんですよね。自分が本来こうしたいって思ってたエネルギーだとか、また違うところからちゃんとエネルギーが出てくるようになっているので、なので、そのメリットっていうのは別になくならずに、むしろまた別のところからそのエネルギーが出てくるっていう、そこを理解するっていうのが、その次のステップになります。ね、その許せないっていうネガティブな部分に、ちょっと大なり小なり引っ張られていたものがなくなる分、この前向きのものにエネルギーを向けられるみたいな、そんなイメージですかね。そうですね。で、多分それって今まで経験したことがなかったり、特にその許せない気持ちが大きければ大きいほど、それだけのエネルギーをそこから使ってると思うので、それがない自分の状態っていうのがね、なかなか想像しにくかったりとかするので、新しい状態になるときって、やっぱり人はこう恐怖を感じたりとか、変化を恐れたりとかっていうことはあると思うんですけど、でも、それ次の、なんていうんですかね、ステージに行くというか、違うエネルギーで自分は動いていくっていうことを決めることでもあるので、ぜひですね、このメリットを探していただいた後は、その得られたメリットっていうのはまた違う形で、その人を許したとしても、ちゃんと得られるんだよっていうことを、理解していただくと、安心してね。そう。安心して、許してもいいんだっていうところに、落ち着くんじゃないかなというふうに思います。なくなりませんから。はい、大丈夫です、ご安心ください。はい、はい、ではまとめますと、許せないってね、人がいてで辛いっていう時の対処法ですが、まずステップ1としては、その出来事ですね、そうやって許せないって思った出来事のがあったからこそ得られているメリットっていうのがあるので、それを見つけに行くっていうのがステップ1です。で、ステップ2としては、そのメリットは、人を許しても、その自分が許せないと思っている人を許しても、
継続し続けるんだよっていうのを自分の中に入れてあげる。なくならないですよって、ずっと続きますよっていうのを入れてあげると、安心してメリット探しっていうのもできて、だからその過去に後ろ髪を引かれる過去とか、まあ、そのネガティブなことに後ろ髪を引かれることなく、こう 120% 得られたメリットっていうのを享受し続けられるっていうことになるので、まあ、人も許せるし、はい、辛いっていう思いっていうのもやらなくなるっていうことですね。はい、はい、では本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。